キリスト教の考え方では、うん、通貨カトリックですね。うん、人間はですね。うん、みんなあの罪を背負って生,き、うん、生まれてきてるわけですよ。うん、ところがですね。マリア様はですね。うん、あの生まれた時から要するに原罪を逃れていたっていう考えがあるわけです、ね、ラッキーじゃん。あるわけですね。ラ <laughs> ッキーだね。あのだから、これを無限在のオン雇りと言われてるわけですね。へ だから人間はですね、うん、あのみんな罪を背負ってるから老いたり死んだりするんですってね、うん、ところがマリア様は一切の原罪から逃れているので老いないし,し死にもしないんですってでも死んじゃったで,しょでそれはそれをですねあの聖母の「飛翔天」っていうふうに呼んでですね、うん、体とともに天に上げられたっていうふうに考えられてるそうなんですね、うん でもさ私それなんか納得いかない、うん、だってさ、うん、ね罪なくして生まれた人がどうして目の前で息子を殺されなきゃなんないのそんな悲劇ないでしょな、うん、うん、何の何を私が何をしたからそんな目に遭うのですかと聞きたくないそ,、ね、そんな人生背伸ばされて生まれ 時から罪がないんだったら何が悪くてこの人そんな目にあっちゃうのかわいそうじゃん大矛盾ですよすごい矛盾でおかしいよおかしいそうですそうでしょそんなの絶対おかしいよ実も合わないじゃんだってさ今まで身切れに生きてきてたよ罪も何も犯してないのにどうしてそんなさ人生で味わわなくてもいいような不幸に見舞われるのそうですよね目の前で子供殺されるってどんな思いだと思ってんの破棄してその あらゆる罪から逃れているから死ななかったし、おいなかったなんて言ってて、それも大矛盾ですよ。そうでしょだっうん。でてそれでさ、そのショックを抱えて、うん、どんな思いで頑張って立ち直ってきたかっていうのをさ、ずっと背負ってさ、死なないで生きていくなんて、うん、どんだけ辛いと思ってんの？あ、ちなみにですね、で実際に、うん、そのマリア様は、うん、キリストがその処刑された時にいたんですか？いたらしいよ。それがですね、資料によると。うん 福音書いろいろある中で、うん、マリア様がそこにいたって書いてあるのは一つだけなんですって、うん、でところが全部に、うん、あのそのね「この人がいた」って書いてあるのも言えば「あの人がいた」って書いてあるのもあるんだけど、うん、唯一、うん、マグダラのマリアだけは全部に書いてあるんですって。 その人って奥さんじゃないのだって。うん、昔なんかで読んだんだけど、当時マリアって名前結構多くて、信者の中にも連れ立ってた信者の中にも何人かいて、なんかごっちゃになってるんじゃないかっていう。そうなんですよ。実はですね。話を読んだこと。マリア様はですね、次女なんですね。<laughs> 次女？うん、次女って二番目の子ってこと？それともお付きの人ってこと？いや次女です。お父お父さんがヨアキムで、うん、お母さんはアンナなんですね。うん、でその次女なんですけど。うん でヨア,キムアンナはですね、うん、あのお母さんのアンナはですね3回結婚したんですってわ<お>最初の旦那さんがそのお父さんのヨアキムで 2>,、うん、2番目の奥さんがクロバで3番目の旦那さんがソロモン 2>, 2番目なんで奥さんなのあ旦那さんだ旦那さんが <laughs> 要するにヨアキムクロバソロモン三3人旦那さんがもらっ,あって、うん、3人の 全員の娘がマリアって名前つけたんですすごいね <laughs> そうだからマリアさんはこの時点でもう3人いるわけですねそれさ浮気がバレないようにさ、うん、彼女にみんな同じあだ名をつけるのと似てない、うん、う <laughs> 違うかそうですねであのー、黒羽その2番目の旦那さんの黒羽との娘のマリアは、うん イエスの貼り付けの時にやっぱり一緒に見守ったって言われてますし、うん、あとイエスのその奥さんと言われているマグダラのマリアもやっぱマリアっていう名前でそ、ね、うん、というふうに多いんですよねマリアさんっていう名前は。うん、でもさ、うん、家族じゃないの同じ名前ってすごいねみんなお父さんの方に取られちゃったな子ども。だってさ一緒に住んでてさ、うん、マリアって呼んだらみんなが振り向くんだよ。 そうですよね。おかしいじゃん。<laughs> まあちょっと複雑な家族構成なんですね。へ<ー>えー。でですね、うん。なんか書き込みいっぱいあるよ。ああえー、と、ね、イプシロンさんがですね。うん、マリア様は本当に処女のままキリストを解任したのでしょうか。違うと思います。<laughs> ええと聞こえましたか。<laughs> 二度は言わない方がいいですよね。<laughs> えー、あでそうするとキリスト様のマグダラのマリアは。うん。 キリストの本当に奥さんだったんですか奥さんだったんじゃないのかなえそう思いますなんとなくで二人の間に息子とかはいたんじゃないのかな娘とかいたと思うよで、キリストはやっぱり罪を犯してるんですかそういう点ではねえ,え自分のお父さんとお母さんが竜を作って生むごとに罪だと思う、ええ、そうですね <laughs> おかしいよ、うん じゃあなんでさ、うん、子供が生まれたことをさ神父さんはさ祝福すんの？うんそうですよねだからキリスト様はダメなんですよ多分キリストキリスト教徒の皆さんにとっては。 ああそれはさ、うん、みんなのイーストウッドでいてほしいとかそんな感じじゃないのそうなんですかね、うん、だってほら、うん、アイドルがさ結婚するといきなり人気が下がるみたいなそんなもんじゃないの、うん、どうなんですかそこまでだ、ね、よもうお手つきかよみたいなさ、あのー、意識をおおおなん言うかな見損なうのはよくないと思うんですけど <laughs> <laughs> えー、だって似たようなもんじゃないの、うん、どうそうなんですかねそうだよさ、うん 生殖機能は与えられて生まれてきてるんだからそれをさ使ってさ何の罪があるのそうですよ与えられたものは使うもんでしょおかしいよそうですよねそだから罪じゃないよそうですねまあそこもはっきり言っちゃっていいですよねそうだよあ小野寺さんがですねそのように女性軽視結婚するまでセックス禁止とかおかしいえちょっとあの読み方気をつけてくださいよソックスと書いてありますよあソックス これあの王じゃなくて丸ですから伏せ字ですからなんか今日僕あの今日の放送はいつになくこう神聖な放送になるのかなって思ってたんですけどいつになくこのなんかニャハハカフェ薄汚いからいいんですかちょっと薄汚いからねあれですよ放送が遅れたりしたのってほら先生おっしゃってたじゃないですか放送が遅れに遅れてマリア様そんなに話題に出して欲しくないそっかこういうことだったのかもしれないそうなのかなうん まあね私らごときがね話しちゃいけなかったのかもねそうですよねちなみにさっきキリスト様には奥さんがいたっておっしゃったんですけどじゃあキリストさんのその子孫なんかも今実はどっかにいるかもしれないですよねいると思うよ、ん、血がつながってる分かんないけども奥さんはいたと思うよキリスト様はですね、うんあのー、マリア様とヨセフとの子供なんですかやっぱり。 マリア様のお旦,那さん旦那様はヨセフだったじゃないですか、うんヨセフなんですかねそこら辺はちょっとよくわからない違うっぽいそれであの処女で解任したのであのヨセフは浮気したと疑ったんだけれどもっていうことですけどうんヨセフの子じゃない可能性もあると思うあそうですか、うんまあ ちょっと妙に人間臭い話になってしまいました。<laughs> なんで人間じゃん、キリストさんとか。えー、あ、ちなみにですね。うん、マリア様の会で、うん、ちょっとその後に感じた続行があるんですよね。ほそうだ。今ね、あ、私ね、うん。<の>なんだっけ。マリア様の解任の理由は。<laughs> うん、あ、そうだ、そうだ、そうだ。なんか。うん、あのさ、うん、日本。 のさあのーうん、ちょっと山の方とかちょっとした村落みたいなところにさ、うん、あのー、休憩所みたいのを置いたりするような時あるじゃん戦とか、うん、あとなんだこう、うん、遠征っていうのかな、うん、なんかそういう時にね、うん、あのー、武士の人とかに一夜妻っていうのの、うん、なんかそういうしきたりみたいのがあったっぽいんだよね。うん なんかそ,そのような感覚なのかわからないけども、うん、もしかしたら、うん、あの通りがかりの兵士とかそういう人たちをねぎらうっていうので、うん、ちょっとあのね、うん、お手つきになってしまったのかしらみたいな。えそれで身ごもってしまったみたいなか可能性もあるかなと。あ当時の,その、うん、ユダヤにそういう習慣があったんですかね うん、当たはいいたたくないけどね、うん、ただなんか乱暴されたとかも可能性としてはあるかなって気がするジョセフヨセフじゃなくてなんかそういう雪的なうんヨセフの子じゃないかもしんないっていう気がする雪ずり的なそんな感じの感じがするわけですかうん、うん、なんかそんな気がするなるほどあの生放送の書き込みでこれ小野寺さんですね カトリックは実実にに忠実じゃゃなく勝手に解釈しちゃってるからねいやそれを言ったらさもう一つなんだっけ、うん、プ,ロプロテスタントだっけ、うん、そっちもそうじゃないだって宗教っていうのは人間が作り出したものでさ、うん、向こうの意思というか大きな意思みたいなのがあったとしても、うん、それを人間の小さな器で受け止めて、うん、一番これが正しいんじゃないかと選んだものをそういう形作ってるわけだから、うん、どれが正しいとかねえ。うん そしたらどれも正しいしどっか間違ってるしみたいなさ、うんうん、<laughs> どこもちょっとと半端ななんだと思うよ両方の絡み合いなんだわけですねでも史実に基づいて考えたらキリスト教っていうのの話は割と全部大げさに作られたんじゃないかって気がするだからどこのキリスト教のどこの宗派が一番正しいとかってないんじゃないかなっていう。 のかもそれを神様的に言ってるあたりからもそもそも間違いみたいな、うん、神のような人だったっていうならわかるけどさ、うん、あのさマリア崇拝の人っておかしいと思う。うん、マリア様ははののってて神崇 っっててていいうううののもまあわかるるけけど、うん、助けてくださいって祈るのは違うと思う、うん、私さ菅原道真が神様になって、うん、学業の神様だとか言われてて拝まれてるでしょ、うん、あれ違うと思うもん、うん、なんか私ねマリア様にその後ね、うん、夢に出てきたのは最近だったけど、うん、その前にねマリア様に。 なんかやたらと縁がありそうな時期が来ちゃったなと思って、うん、波のように来てるから毎回、うん、そのたびに思うことは「うん、もう心配いらないとは言えないけどもあなたの魂はもう安らかでいていいんですよ」っていうことを祈ってるのいつも、うん、まあ私が正しいとはさ主張しきれないけどさ、うん、ただ「助けてください」は違わないだってさ生きてるうちに散々辛い思いしてきてさ、うん もうあなたの痛みはないでしょうって、うん、体と魂が切り離されたんだからその時の心はもう痛まなくていいんですよってことじゃない、うん、体と魂がくっついてるところに心って存在するんだから、うん、離れちゃったら、うん、もう痛む心はないじゃない。うん、あとは安らかな魂に帰ってくださいって。うん 旅の疲れでボロボロになった体はもう地上に置いて、うん、あなたの魂を安らかにって思うものじゃないかなと思うの、うん、それなのに、うん、子供を亡くすという最悪な目に遭ってるマリア様にだよ、うん、それをさ生きてる間ずっとさ、うん、それでその後もさやっぱり子供の意志を継いで一番伝えたいことを伝えなくてはと思ったんだと思うの。うん それで旅を続けたんじゃないのかなと私は思ってんだけど<ー>そのまま引きこもってどっかでそうだって息子の意思を継がなくては母なんだからさ、うん、私がマリア様だったら多分そう思うし、うん、一番言いたいことのんんすか、ね、多分一番言いたいことのために死んだんだよ。うん、やっぱりさ思想家でさ、うん、なんか処罰されちゃった人とかさ、うん そういう人とかの奥さんとかって何かおねそういう話す機会があったら絶対言うと思うのでしゃばることはなかったと思うけど、うん、生きて私が伝えなくっちゃみたいなさ、うん、ほらその人は死んでもその人のしね正しい思想は死なないっていう考えがあるでしょ、うん、死なせるわけにいかないじゃん自分が生きてる以上はその考えを活かして伝えなくては。うん 伝えて広まって生き続けることが、うん、その人が死んだことの代わりになるでしょ、うん、なんだっけほら板垣シストも何とかわしせずってああありましたねあんな感じ、うん、それをさできるのは手伝いができるのは自分って思うじゃん自分も手伝いができる一人と思って多分頑張って生き続けて伝えてたと思うの、うん、アリア様も、うん、奥さんだった人も。 そのお弟子さんだった人とかも、うん、ねそんだけの苦労した人にさこれ以上何望むのって感じしない、うん、生きてる間だけで十分じゃん。うん、やっぱりさその人が頑張ったその軌跡ってあのね、うん、通った道の方の軌跡からその人の考えを受け継いで、うん、生きてる自分がそれを受け入れて考えて出すって ってて伝えていくとか、うん、私はこう思うんだとか、うん、反対なら反対でもいいけどさ、うん、それについて反対意見を述べたとするじゃない、うん、それでもそれを受け取った人があの人あんなこと言っただけど私はこう思うって思うことが大事んでさ、うん、それぞれの意見を持って言,言う自由は自由だからさ、うんね、その意思を正しいと思うって伝えようがそれ間違ってると思うって伝えようが。うん その人の人自由でとにかく伝えていくことが大事なんじゃないかと思うんだけど、うん、でも助けてくださいいは違わないかなかと思う、うん、私が読んだそのキマリア様にあった奇跡の本みたいな内容の本にはね、うん、マリア様に会うことによって、うん、奇跡が起こって助かったとか、うん、その後がうまくいったとかそんな話ばっかりなの。うん、そんな辛い思い思した マリア様だから辛い人のそばにいて応援してあげたいと思うのはあると思うのね。うん、だからといってこちらから助けてくださいは違わないって思うの。うん、だから祈りなさいみたいなことで大体締めくくってあるんだけどさ、うん、違うよね。どういういうに祈るのが一番 正しいんですかねまあ先ほどおっしゃったのよ通り、ね、まあそれは私の祈り方で、うん、私はそれが正しいと思っているけども、うん、やっぱりこの話を聞いたのをきっかけに、うん、聞いてる人がそれぞれの考えを持つのがいいと思う、うん、うん。私がさ、うん、マリア様のこと話さなきゃって思った時に一番思ってたことは、うんうん、私たちが知ってる 聖書に書いてあるマリア様とかキリスト様を産んだマリア様っていうのは人間のマリア様であって、うん、その大きなマリア様的存在のお使いであって、うん、神様じゃないのよね彼女、うん、だから彼女の霊体に対して祈るのは違うのよだから媒体なんですよね、うん、マリア様の像を通してその向こうにある そう象徴的というかさそう,そうなんですね、うん、例えばさ何かの花を見てこの花を見るとこんな気持ちになるわっていう、うん、花はその象徴であって、うん、花に助けてと言わないでしょ、うん、そんな感じ、うん、その気持ちをくれた花の向こうにあるその要素っていうのが、うん、私の言ってるその「大きなマリア様で」。 マリア様はその花みたいな存在なだけだからさまあ私が思う正しいっていうのは、うん、その聖母マリア様に対しては苦労して生きてきたマリア様の人生をこう思いやって大変でしたねとか自分の人生に照らしたりとか想像したりとかして。 でやっぱりさやっぱり自分と似たような霊体のことを見守りたいっていうのがあるっぽいんだよねどうもう自分と同じ苦労してる人を応援したい霊体とかさ、ね、そんな感じでマリア様も応援し,、うん、<laughs> しに来ることはあると思うけど、うん、人間だっったそのマリア様もてことですねだからその人間だったマリア様を思うときには、うん、やっぱり大変だった人生を思いやったりして。 こう自分もそこから何かを学べないかなと大体、えー、いい小説を読む時ってさその人の人生を疑似体験したりしてさ、えー、考え方と自分の考え方照らし合わせたりさ、えー、そういう感じに結構役立ったりするじゃない、えー、そんな感じでマリア様を自分の中に入れて、えーえー でその向こうにあるマリア様っていうのはやっぱり人間の理想像みたいなところがあるからさ、うん、少しでも近づけたらいいかなっていう気持ちでいたらいいんじゃないかなと、うん、だからさこ、うん、こっっちがが求めるるばかかだから変な宗教がはびこるんで、うんうんまあ、前にあの神社についてだったかもしくはあのなんか神様についてだか話した時に、うん、もう同じようなことが最終的に結論になりましたけど。うん んとそういういことなんですよね毎日こうして命があるだけでも感謝すべきことなわけですからそうだよ動物なんかさ、うん、天敵がいくらでもいるんだよそうなんですよだからくれくれ野郎になっちゃいけないってことですよ神様の前で、うんうん、ちなみにあのマリア様の若干その神聖を うん、怪我すというかおとしめるような発言は今日あったんですけどそれはいいんですか、ね、どこのとこそんな申請を処女解体とかそこら辺を否定するっていうのはあんまりはいいんですかねでも、うん、本当に大事なことって真実の上に立ってると思うの。ああなるほど。じゃあそこはもうカットしないで今日はもう、ね、いいんじゃないかな、うん ニヤタロウさんが生放送の書き込みでですね、<laughs> 招き猫先生は日本のマリア様です。<laughs> これが一番マリア様を冒涜しているようになってる。<laughs>